今年も残すところあと266日となりました。マイアミです。マイアミではありません。最近すっぴんが多いですけれども、言われたんですよ、この間。マイアミちゃんはすっぴんだろうが化粧してようがあんまり分かりません。そうなん、一応塗ってるんやね。今日はですね、ズルをしてます。当日に撮らなきゃいけないのに前日に撮ってます。なぜこれを言ったかというと、私はもう完全に酔っ払いだということがバレてるので、今日は飲みながら。いいよね、その日があっても。266日だと思って撮ってるから266日なんですよ。今日は私の中では4月10日なんです。以上です。いいでしょ、いつだって愉快な酔っ払い。私は陽気な飲んべなんですよ。あれ言われたんですよ。もう南の泥酔動画は見れないんですかと。そんなことありません。いつだって酔っ払いですから、いつだって見れます。コウメ太夫、フォアグラでした。19年やって、私なんか15年やで、全然小物や。そうなんや。こう、いつもさ、動画を撮る前に喋ることを考えるんですよ、いろいろ。ここに来ると全部忘れるんですよ、それを。それが私ですね。だいぶね、4月20日のが仕上がってきて、いい感じに進んできて、若干お客様が増えてきて、あと5人で満席。頑張ろう日本。前も話したかもしれないんですけど、まあなんで一人でやるんですか。まあ一人っていうか、でも今回はアランさんがいるので、あとまあマキさんとかもね、ユミザさんとかもいてくれるので完全に一人ではないんですけど、なんで一人でやるんですかって聞かれたことがあるので、言っときますけど、私が一人舞台をやろうと思ったのは、サーラさんが、この間のね、2月の主催のサーラさんが、まあ、一人でやると言ってて、その撮影に入らせてもらって、まあ単純にかっこいいなと思って。で、誰かと一緒にやると誰かがいてくれるから、そのなんていうの、安心感というか、掛け合いの相手がいるし、下世話な話やけど、こうお客さんもさ、自分だけやないっていう安心感があるんですけど、一人でやるとね、全部自分でやるんですよ。ってなると、うわーでも、それに意味があると思ってるところもあって、まあ今年節目なんでね、私も弱い35ですから、今年でってなった時に、ああちょっとチャレンジしてみようなって思ったし、でこの間サーラさんにお会いした時にやっぱり言ってくださったのが、やらんとわからんからって、やってみるのとやってないのとは全然違うからって言われて、やってみなきゃ見えない景色があって
だからこそサラさんは一人でやった後にあの集団で2月の舞台やったと思うんですよね。だからこれには意味があると思って、うん、あと若干こう舞台というものが分かってきたので、こうこの規模でこの脚本とか、この脚本やったらこれぐらいの大きさの舞台とか、そういうことが分かってきたんですよ。だからそれをちょっともうちょっと突き詰めていこうなと思って、だから今回はダバシファイトさんで一番いい形の脚本になってるんやないかなと私は思っているんですけれども、それは見てくださった皆さんの塩梅です。あのちょっとネタバレしますけど、今回はお芝居をやった後にまあ、実行できるかちょっとまだ謎なんですけど、あのマキさんとユミザさんとアランさんは声だけなんですけど、あの座談会的なちょっとトークライブ的なものを入れようと思っていてね、どうでしたかのちょっと座談会トークライブ的な、ごめんね、飲んでるからさ若干こう上がってくるんだよねっていうのをやろうと思ってますんで、なんかいろんな方面から楽しめるという内容にしようと思っております。はい、というわけでね、まあこんな感じですけど、まあ皆さんね、いろいろいつも関心を持っていただいて心配もしてくださって、ああこいつまた飲んでんなって思っていただいて、私は非常に幸せでございますね。私のお客さんは優しいからね、みんな。というわけで、まあ今日はねこれぐらいでやめときますけど、まあ、またベロベロになったらベロベロになったでまた撮りますから、はい、何事にも一生懸命取り組む、私もそうだよ。でもちょっとねだいぶ 7.1 ぐらいは役が入ってきてるので、いやもっと入っとけよって感じやけどなでもとりあえず20日にはいいものがお見せできると思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。というわけで、あね、まあ、いろいろあると思いますけど、皆さん頑張りましょう。今日も一日、まあ、夜撮ってるけど明日の朝ということで、良い一日をお過ごしくださいませ。それでは。